はようございます。はい、ありがとうございます。この後ドイツ大使とかあるんですけど、今週ホーチミン市長とかあって、まあ、あれは返礼だったと思うんですけど、これまで外国大使との会談は松井知事に任せるとおっしゃったと思うんですけど、方針変えられたんですか？あのドイツ大使も以前あの僕がエネルギー政策で、大使館までお伺いさせてもらいましたので、ね、それはもう礼儀です。一度こちらからお願いしてお会いしていただきましたので、今週の2つはむしろ特例で、あ、そうです、そうです。ホーチミン市は僕が行ったということもありますし、あとその覚書の締結に関してはね、主体が今の政令省前提として大阪市なので、これはもう僕が覚書調印するしかありませんから、それとドイツの場合には僕から一度大使にエネルギーの勉強させてもらったということになりますから。今日もエネルギーの話、いや、どうでしょう、もう退任されますのでね、その離任の挨拶でということですから、まあ何か特別な話というよりももうざっくばらんにこれまでのことをちょっとお話をさせてもらうということです。市長、そのエネルギー政策という意味では、安倍政権原発という流れとは明確に視線を貸していらっしゃいます。そうですね、改めて国民はついてこないと思いますよ。そのいつゼロにするかという議論もね、これもちょっともう朝日新聞毎日新聞も自分たちがゼロゼロって言ってたことはもう間違ってたなってことはだんだん分かってきてるとは思うんですけども、エネルギー供給体制を転換させるためのね、大きな議論が必要です。これは僕はドイツのまさに今日お会いする大使でね、いろいろお話を伺わさせてもらって、ドイツのドイツだっていろいろ苦労されながらね、今の方向性が確立したわけですよ。まあ、こんなのはね、一人の政治家やね、一時の選挙でゼロだって掲げてゼロになるもんではないんです。やっぱりそれなりの時間をかけながら国のそのエネルギー政策大方針を決めていくんですが、今日本にはそれがないですよね。やっぱり僕はこの原発の事故が起きた後のね、この事態の収拾させるプロセスを見ると、これはね、地震国家である日本にはね、やっぱり不向きですよ。それはだから僕は原子力エネルギー、原子力の技術を全部否定するつもりもないし、やっぱり技術っていうものはまあいろいろプラス面マイナス面、いろいろ技術っていうものはそれはありますよ。ダイナマイトだってあれだけの技術だけども、ノーベル賞のね、きっかけとなった技術でしょうけども、やっぱそれがきっかけとなって、さまざまな紛争に利用されるところは負の面も出てくるわけでね。だから原子力の技術っていうもの自体は僕はもう全否定はしませんけれども、でも日本の国にはやっぱりこれは推進させるには不向きですね。不向きですね。やっぱり廃棄物、使用済み核燃料のその処理問題についてもね、科学的には技術的にはまあいろいろ可能だという話はありますけれども、政治的にはね、これは日本の今の民主国家、もう一番のこの成熟した民主国家たる日本においてはね、使用済み核燃料の最終処分地を政治的に決着させるのはもうほぼ不可能でしょうね。これは技術的には科学的には可能なのかも分かりませんが、政治的には無理です。それはもう僕はね、東日本大震災の、瓦礫の、受け入れを進めることで痛感しました。やっぱり僕はそれはそれでいいことだと思いますよ。日本というものが成熟した民主主義でね、行政というものが力ずくで何でもかんでもやっぱりできない、住民の反対運動が起こればやっぱりそこで立ち止まる、それはいい僕は国家システムだと思いますけども、それを前提とすればね、使用済み核燃料の最終処分地問題はこれは日本という、まあ、ある意味いい意味で成熟した民主国家たる日本においては、使用済み核燃料の最終処分地問題決着することはもう政治的に無理だということを感じ取るのがね、政治家の役割だと思いますね。ですからやっぱりエネルギー供給体制を今やっぱり原発に依存せざるを得ないこの日本のエネルギー政策っていうものをどう変えていくのかっていう大きな議論の場を作っていくのが政治の役割であって、今の安倍政権にはそれがやっぱり足りないと思いますね。ドイツ政府は脱原発政策を、まあ、海外にアピールするために、まあ、海外の要人とか政府関係者を、まあ、積極的に招聘してるんですけども、もし大使からそのような招聘が首相にあったら、
ってみたいという気持ちはございますか。いや、それはまたいろいろお話をお伺いさせてもらいますけれども、あの僕にそういう役割がなんか担えるような、まあそういう僕は人物だとは思っていませんしね、まあ、そこはまたいろいろお話を伺わさせてもらいますけれども、まあ、あのドイツとやっぱり日本の事情が違うということもあります。ドイツはあの EU の中でね、他国からいつでも電力を受け入れる体制が、まあ、送電網がもう EU の中できちっとできてますから、いざという時には他国から電気を融通してもらえるという、まあ、そういう、最後の、まあ、セーフティーネットみたいなものがある中でね、脱原発という方針を決めた。で EU っていうあのその単位で見るとドイツ一国じゃなくて EU っていう単位で見ると脱原発にはなってないわけですよ。だから脱原発の地域もあれば再生可能エネルギードイツのような方針でいく地域もある。まあ日本は1億2000万ですからやっぱりドイツ一国よりもはるかに大きい国なので、ドイツが脱原発で進んだからといって直ちに日本にすぐに当てはまるとは思いませんが、それでもやっぱり僕はあの新しいエネルギー供給体制っていうものを目指してね、これはもう政治家が公選職だけが原発をいつゼロにするかなんて話ではこれはもうあのそんなことで、物事決まるようなそんな簡単な話じゃないのでね、エネルギー供給体制についてドイツがやったようにね、ちょっと大きなその議論を大きな議論を進めることができるようなそういう場を作る体制を作るっていうのが政治の役割ですから、まあ、安倍首相はその安全保障についてはね、非常に着々と手順を踏んで進めていますよね。同じような形でエネルギー供給体制にもやったらいいと思うんですけどね、エネルギー供給体制についてもこれは重要な安全保障の分野でもあるわけですから、エネルギー問題っていうものは。だからまさに安全保障の分野、集団的自衛権の行使を含めて安全保障の分野でも着々と手順を踏んで進めていると同様にね、このエネルギー政策についてもいろんな意見があるわけですから、読売や産経のようにどんどん原発を維持しろっていう考え方からすぐにゼロにしろっていう朝日や毎日のような考え方もある。やっぱり最終的にはその間っていうことになるんでしょうけども、そこをねしっかり議論する体制を作るのが僕は政治の役割だと思いますね。ドイツはそれをやって見事に、まあ、紆余曲折ありましたけども見事に国のエネルギー政策この方針を決めました。もちろん電気料金がものすごい上がるということでね、今問題点が出てきていますけども、まあ、それは問題点は後からいろいろまた対処すればいいわけで、まずはこの国としてのエネルギー政策をね、これまでやってきたものを振り返りながら今後どうしていくんだということをもっと太い議論をね、する場を作るっていうのが政治の役割だと思いますね。これはちょっとした会議体では物事進まないだろうし、一部の専門家だけでは進まないだろうし、安全保障とか今社会保障、特に教育の分野なんかでもね、下村大臣がどんどん旗を振って大改革を進めていますからね、同じぐらいのまたそれ以上のエネルギーを注入して、政治的なエネルギーを注入して、このエネルギー政策の分野について国としての太い方針を定めるようなそういう検討体制を作ってもらいたいですね。維新の会としてもそういうことをしっかり言っていかなきゃいけないと思ってます。よろしいですか。